はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト2続きやっていきたいと思います。前回の完全なる続きなんですけど、前回何したかっていうと、このね、天露の糸取りましたね。あと金の鍵を取って、ここのね、まあ、ガイアの鎧とか持ってますけど、デルコンダル攻略して、月の紋章を取りまして、ロトの印も取ったし、そんなもんかな。あとは太陽の印かな、それを取りましたね。ロトの盾も取ったんだよね、そういえば。サマルトリアの鍵なので、金の鍵で開けれる場所巡りなんですけど、ルーラ、多分サマルトリアに行くんかな。で、ここの、ちょっとできましたけど、こう旅の扉があってね、いろんなとこ行けるんですけど、いろんなとこ行けるのはいいんだけど、ここのね、真下にね、ムーンペタありますよね。そこもちょっと行きたいですね。なんで行っちゃいます。そこ行こうと思ったらね、この鍵見つけてね、っていう話ですね。はい、ムーンペタ来ました。ここもう鍵があるので、とりあえず回復しちゃいます。ここにね、鍵ありますよね。金の鍵で開けれる場所。ここなんですけど、途中に、ここにね、なんかいますよね。だけど、牢屋の鍵があって行けなくて、ここ覚えておきますよね。大きな海のどっかに、左目にいるの知らんかった。精霊の祠があるそうじゃ。5つの紋章を手に入れた者はそこで精霊を呼び出すことができるという。もっともこの一体がどこまで本当なのか、それは誰も知らんがの。ということでね、紋章3つまで見つけてるんですけど、ここでね、山彦の笛吹くと、山彦帰ってきてますよね。ここにあるんですよね。ってことは、ここ開けなくちゃいけないんですけど、鍵ないですよね。ってことは、鍵を見つけに行かなくちゃないってことだね。ムーンペタに1個ある。あとはね、残りまだ1個見つけてないですけど。まさか、アイディン姫様、ご無事でしたか。私は、王様や城の者たちを置き去りにして、私は何という情けない兵士なのでしょう。もう姫様には顔向けできませぬ。いいのよ、顔を上げて。誰もあなたを責めることはできないわ。姫様、怖かったんだろうね。命は大事ですからね。一つしかないものなので、守るのも大事ですけど、この上の、そうだね。じゃ旅の扉行けるので、簡易ルーラみたいな感じですけど、そこ行っちゃう。要は、ここにもね、扉あるんですけど、ね。前回ここ来ましたね。金の鍵もそうですけど、ここで左入ったんか、右入ったんか。そうだね、右入ったんだねって、右来ちゃったらもう右しか行けないじゃん。ってことは、この右にも行きたいんですけど、ここのね、太陽の神殿って言うんですけど、ここにもね、紋章1個あったんでね、すげえ分かりづらいとこにありますけどね。知ってれば分かんだけど、知らなかったらこんなとこなんだって話だよね。わしは待っておった。勇者ロトの子孫が現れるのよ。そなたたち、ロトの兜を授けよう。こういうのがね。前回右に来ればよかったんかな。いや、もう使っちゃう、こんな。これを。鉄兜。卒業。全部ロト装備になったね。はい。鉄の兜は売りましょう。ここはどこに続いてるんでしょうね。ラダトームですね。だから、ここ先来てもよかったかな。祠。メルキド堂とかって言った時の場所ですね。こんなとこあったんだね。来てれば、兜先に入ったかもね。それで灯台とか行ってもいいかな。記しないとダメなのかな。もしかしたら。印だとしたら、ローレシアにね、ありますんで。で、ここの右も行けないよね。よし、だいぶ取ったね。わかった。ここはあれだ。
どこでしたっけこれ。ムーンペタン、先ほどいたところの下の方です。じゃあ全部回ったね。ってことは、次行く場所は船か。船で行くので、どうすかな。行くかどっかから乗らなくちゃいけないからね。これってどこら辺だっけ。あー、こんな内海にあんのか。右の、右もデルコンタルでしょ。なんか見つけましたね。これなんだっけ、これ。これも。お次のとこ、邪神の像を手に入れられたかな。いいえ。邪神の像は海の真ん中、深き洞窟に眠る。月のかけらを持つ者だけが、その洞窟に入れると聞く。テパの村を訪ねられよ。テパの村。まあ、そんなのもあるわ。今、ここなんで、真下？そうだね、下だね。今、ここですね。右下、羽のある場所。ここら辺だったと思いますけど。なるほど。これって、ガスト出てきた。ワードファンド。これ初ですよね。デルコンダルにも確かいたと思うんですけどね。敵が強かったんで、行かなかったですけど。行かないかな、スモークに行かなかったもんね。聞くか、これは。スモークは、強いな。さすがに。世界人は。これ先取っちゃったらどうなんだろう。ここに街ありますね。あるんだけど、金の鍵でいけんだね、ここね。みんな私だけを残してどっかに行ってしまった。寂しいよ。ということでね。ようこそペルポイの街に。ここはロンダルキアの麓。南、ハーゴンの呪いが降りかからないよう街を地下に作ったのです。なんですけど、ここもね。僕の名前はルーク。いたね、ルークね。前回ね、ザハンの村で、ルークって人を探しました。しかし、それ以外思い出せないのです。気がついたら、この町の近くに海岸に倒れていて、神父さんに助けられたんです。一体僕はどこから来たんだろう。これ教えればいいかな、ザハンの女の子に。すやすや。私は見た。町の北西、ロンダルキアの麓で岩山が割れるの。あれは悪魔のなせる技、王神よ。こんなもんよく覚えておいたらいいんですけど、あんなにわかんないですよね、普通に。宿屋でしょ。ボーイさん、ちょうどよかった。お風呂はどこかしら。ボーイじゃないし、ここにはお風呂がないですって。なんてホテルなの。ハーゴンはまやかしの術が得意と聞く。しかし、もし大地の精霊、ルビスの守りがあれば、まやかしを打ち破れずようぞ。来ないの。オタクたちも牢獄の鍵を買いに来たのかい。はい。俺もよ、この町で売っているって聞いたんだが、とんだデマだったようだな、し。いや、それがね、デマじゃないんですよね。買いに来た。ここなんかありますよ。おっと、旦那、誰から来ました。これはちょっと値が張ります。いいですか。はい、では売りしましょう。でも誰にも言わないでくださいよ。はい、2000だってのが、これがね、牢屋の鍵なんですよ。
だから牢屋かかってた場所行けますよね。だから最初の場所行けます、これで。テパの村に羽衣作りの名人ドン・モハメが住んでるそうじゃ。わしも一つ作ってもらいたいもんじゃの、羽衣作り覚えておきましょうね。ここいいの売ってんですよね。だけどミンクのコートとかすげえ高いので、北の盾か、まあ北の剣これ買えるかな。ここら辺ね、ランドに欲しいですよね。ミンクのコートもそうだけどね。6万5000はちょっとまだ買えないっす。そしてここ行ってないですよね。私はラゴスという息子を牢獄に入れておいた。しかしラゴスは逃げ出してしまったんだ。一体どこからどうやって。うん、不思議だ。はい、牢屋の鍵取ったので。大神官ハーゴン様は、ハーゴン様ってロンダルケアの山々に野心の像を持つ者だけがロンダルケアの道を開くことができるんちゃう。ふわふわふわ。はい、あ、見つかっちゃった。僕が噂のラゴスだよ。水門の鍵を返すからもう許してね、ごめんね。はい、ということで水門の鍵ってのも手に入れましたね。まあからさまにここはわかりますよね。許してねって言われても別に何もされてないから許すもないもないけど。さて、これでムーンペタ行こうか。ムーンペタもそうだし、あとね、地図でどこだこれ。あ、なるほどね。左行って右行くか。地図のね、今ね、この左下なんですけど、ここね、ちょっと回復しようか。ムーンペタもそうなんだけど、ここにね、町あると思うので、お、人面獣、初だ。ドラゴンくらいは、あ、いいね。多数回一撃で。まあ、自由度あるので、どこから行ってもいいっちゃいいんですけどね。いや、一応順番はあるんでしょうけどね。だけど、その中にもね、なんかね、装備品を匂わすようなヒントがね、結構あったりしますので、はい、町また一つ。こっちの方が先かな、先ほどの町より。まあ、どっちもいいですけどね。なんと不吉な、あなた方の顔には思想が出ていますと、とても邪悪な力があなた方に取り付いています。ああ、恐ろしい。はい、ベラヌール、水の都。買えるかこれ。魔導士、鋼、力、力に立てた、やっぱり。まあ、あるんだよ。一個は買えんだよな。力に立て買っちゃうか。あ、一個は買えるっていうか、ランドだけでいいんだ。うわ。川の盾が力の盾になるか。俺は稲妻の剣を探して旅をしている。その剣を使えば俺のように呪文を知らぬ男でも稲妻を呼べるらしいのだ。デルコンダルには行きましたか。何でもローレシアのずっと南の海にあるとか。まあ行きましたね、全部ね。世界樹の葉には死者を蘇らせる力があると聞く。要はここで、お、これはロラン様、王様から伝言を伝えるためにお待ちしていました。何でも炎の祠と呼ばれる場所に太陽の紋章があるという話です。炎の神殿じゃないね、祠だね。ここを取りましたね。あんなの分かんないですよね、祠なのかどうなのか。ところでもう一人のお連れの方はもしかしてご病気では。それならば元気になるまでお預かりしますが。はい、ここね、体が動かない。どうやらハーゴンが僕に呪いをかけているらしい。しかしやられたのが僕一人でよかった。多分僕はもうダメだ。さあ僕に構わず言ってくれ。うん、なんだけど、この道具でね、あ、ランド使えんだこれ。世界樹の葉、はい、世界樹の煎じてランドの口に含ます。なんとランドの顔色が、だから本来だったらここで二人でね
あの世界人のあのとこ行くんですけど、これやらなくても多分大丈夫だと思います。僕はもう大丈夫だ。心配かけて悪かった。さあ行こう。また行ったらあんのかな、世界人の幅。まあこういうイベントもありますよって話で、ムーンペタ行くか。あと牢屋の鍵もあるから、牢屋の鍵巡りもしたいんですよ。雨露の糸を聖なる織機で織ると水は衣ができるそうですよ。雨露の糸取りました。聖なる織機。でもそれを作れるのは世界で一人しかいないんですって。ドン・モンハメがどうとかって言ってましたけどね。自らを大進化などと名乗るハーゴにはいつか必ず天罰が下るでしょう。でここもね、行けんだけどまだいいでしょ。ここは噂に聞くとデルコンダルの王様が月の紋章を持ってるらしいぞ。まあ、で全部習得済みですけど、ずっと東の海の小さな島に世界樹の木が一本生えてるそうですわ。そしてその大切な葉を一度に一枚ずつだけ落とすと伝えられています。はい。ということで、だいぶ回ったので、牢屋の鍵取ったり、水門の鍵取ったり、牢屋の鍵で開けれる場所巡りもやりたいんですけど、そうだね。また回らなくちゃいけないね。なので、ムーンペタのあの牢屋の鍵だけ開けちゃおうか、最後に。じゃそこまでね、カットします。はい、ローレシアです。ここもそうだし、ザハンのね、町も開けれる場所あったんですけど、そこかな？そうだね。まあ、いろいろ行くとこはあるので、ここね。今日ありがてえ、牢を開けてくれた俺にいいことを教えてやろう。ロンダルキアに通じる洞窟に命の紋章があるらしいぜ。まあ、まだ行ってない場所だよね、それはね。でここが気をつけなくちゃいけないゾーンですよね。ほっほっほ、私をここから出してくれるんですか。ありがたいことです。あなたたちの亡骸をハーゴン様への手土産に仕上げましょう、ね、助けてやったのにね。はい、悪魔神か。行かない。あげたのを下げるって。こんなのをね、どうやって捕まえたんだろうね。目には目をね。何やってスクルトルカナンスクルトって攻撃してこない。確かにね。あ、もうまだ強いな。あ、オッケーオッケー。あー。別の槍か。いいっちゃいいんだよな。ここもそうですか。じゃあ、ムーンペタの牢屋ね。最後開けて終わりましょう。はい、ムーンペタに来ました。ここね。ヒーヒー。はい、グレムリンじゃなくてベビルが出てきます。これもね、結構きついんで。ベギラも覚えてんな。聞くかこれ。仲間呼んだとか言ってるし。ああ、関係ないんだね、これ。デギナマ使ってくるよ。ひどいよね。オッケーオッケー。危ないですけど、倒しました。これで、はい、水の紋章。4つ揃いましたね。あと1個で命の紋章って言ってましたね。ということで、まあ、紋章早くも4つ揃ったので、まだね、行ってない場所がありますので、まあ、次回そこら辺行きたいと思います。今のベビルもね、デギナマ使ってくるの危ないですね。仲間呼んだってね。仲間が来てね、全員デギナマ使ってきたらって考えるとね、ヒヤッとしますけど、牢屋の鍵取ってね、まだ行ってない場所ありましたよね。なので次回、雨露の糸がどうとかって言ってたのね、ちょっと頭にあるので、そこにね、行きたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。